皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。というわけで今回は TS 宇都宮さん使っていきたいなと思います。宇都宮さんといえばぜんちゃんでしょう。それはちょっと言い過ぎたかもしれないんですけど、あの大会配信とかね見ていただいてる方ならわかると思うんですけど、宇都宮さん結構愛用してねよく使ってるんで、宇都宮さんの使い方に関しては結構自信があります。宇都宮さんに関しては過去に結構当たってるんですよ。で TS もねコンプしてますし、TS に限っては狙いに行ってね宇都宮さんを当ててるわけではないので、宇都宮さんね本当に縁がありますね。あと初めて TS で出たのが2017年なんですけど、この時と比べてね結構ステータス上がってるんですよ。9位が4、制球が2、スタミナが2上がってるんで、かなりね使いやすくなってます。さあほぼ5割バッター来ましたね。さあこの方にどれくらい通用するのか、今回はそこに注目です。最初はねスクリュー攻め、スクリュー攻めだけでも抑えれるのが宇都宮さんです。ここの出し入れがね本当に強い。個人的にはね右も左もこの対角線上に投げてあげると、結構抑えやすいイメージですね。ここだけで本当に抑えれるんで、宇都宮さんあんまり配球考えなくていいっていうのも、一つの強みだと思います。おお打たれた。ツーベースだったらタイピン出るんでツーベースが見たい。さあ全部出ましたね。全部出るといかつ、ちょっともうちょっと続けてみます。おーいいね。これほんと打ちづらいんですよ。うわ惜しい。いいね。こんな感じでね引っ掛けてくれるんで、特にやっぱタイピン出た時は強いですね。もうちょっと続けましょう。もうスクリューだけでいけそう。いやー詰まってるよ。取ってくれ。いやーなんでギータそこは取って、いやそこは0点で終わる流れだったじゃん今。ちょっと配球変えますか。いやー取ってほしかったなーギータ。さあでねスクリューずっと見せた後のシュート、これ個人的におすすめです。手が出ない普通にやってれば。これは取れるでしょう。さあちょっとねなんか0点で終われそうだったけど、ちょっと点取られちゃいましたね。いやでもまさか宇都宮さんがね5段で出てくるってあんま思ってなかったんで、いやこれは結構お得だと思いますし、巨人純正の人は絶対取ってた方がいいと思います。必要な選手ですね。12球の目線はね、ぶっちゃけ会話聞くっちゃ聞くんですけど、余裕ある人だったら結構おすすめできる選手かなとは思います。宇都宮さんが5段で出てきたということは、もう6段はほぼほぼ阿部選手で確定なんじゃないかなと思ってるんですけど、そうじゃないかな。原さんはね同じポジションの小久保さんが出てるんで、普通に考えたら6段は阿部さんなのかなっていう感じですね。よしギータも続いていく。とりあえず逆転してこの試合が終わったら、いつも通り大会ルールかな。リアル起動も本当強いんでね、リアル起動もちょっと見せたいんですけど、多分今リアル起動誰もね、慣れてなくて、リアル起動募集したところで全員打てないと思うんで、普通に大会ルールでやります。やばい、2アウト2、3塁点取れてない。うわー待って抜けなかった最悪。やばい、このままだと負け投手になる。あとちょっとねスライダー 1-2 の出し入れってあんまり強くない印象を持たれがちなんですけど、個人的にはねコントロールが出てるときは結構おすすめです。最初ボールからボール見せといてこの後入れるみたいな、意外とねスライダー 1-2 って頑張れるんですよ。本当これコントロールがあるからできることというか、コントロールなければあんまりやらない方がいいんですけど、本当コントロールが出てるからもうなんか気楽に投げれる、そういったなんか配球ですね。さあボール球、いやここ意外と強いんですよ。でずっとスクリュー見せた後にスライダーとかも結構おすすめです。一球ストレートいっときましょう。ストレートも多分ねスクリューが頭にあればあるほどなかなか手が出にくい球種だと思います。ドロカもたまに使うぐらいかな。ドロカもなんか投げすぎると意外と打たれるイメージあるんで、外のスクリューと見せかけてフォーク、ここも意外とキック、そうこんな感じでゴロ、引っ張り警戒、ゲッツー、引っ張り警戒。もうなんか定位置の方がいい気がしてきた。もう普通にゲッツーシフトで打たせます。さっきからね定位置だったら全部アウトなのに引っ張り警戒のせいで全部抜けてるんですよね。うわーここギータちょっと怖いな。でタイピン出た後のスライダーも結構強い。狙い撃ちされないかなこれ。危ない、振っ
ってきたね。いくら1点で抑えてるからといってこのままだとあの負け投手になっちゃうんで、ちょっと頑張って勝ち越します。あー落ちないな、どうしよう、やばい。こういう時ちょっと長野選手いればな、あの長野選手いればね、多分あのホームラン打ってくれるんですけど、ちょっと長野選手あいにく持ってないんですよね。よーし、いいミート打ち。さあこれで一発出れば逆転ですね。あの今の横浜調子いいんで、ちょっと横浜の選手に頑張ってもらいます。ということで代打牧さん、後半戦の横浜めっちゃ強いですね。あの気づけばシート5ゲーム差、ワンチャンあるぞ。あースプリム、あー最悪ボール球振っちゃった、あかん負けてしまう。ちょっと吉野さんマジでお願いします。あーダメだ、長径ハマりそう。あー違う、長径だからこそ前に落ちんのか。宮西さんタイピンが出ない、とりあえず追いついとこう。これ走ろ走ろ走ろ、あやばい、あそれではスピ統一の大会ルールで宇都宮さん対決でやっていきます。相手の方もね、特納マックスお願いしてるんで、条件は、変わらないですということで投げていきましょう。さあもう基本もプルヒ出たらもう外角スクリュー攻めでしょう。よーし、もうねこの落ちない方がどちらかというとやっぱ合わせづらいよね。あの落ちなかったらもう大体打ち上げがち、まあ、それでも完璧に打たれたらもう相手がうまいということで、でこのシュートをね詰まらせたいんですよ。まあそもそも触れないんだよねこれ、まあ、追い込んでからが一番効果的かな。さあナイスボーで、追い込んでるからこれ振るんじゃないかな。そうでこれ追い込んでたら振っちゃうんですよ。でこのスクリューね基本打ち取りやすいんですけど、まあ、あの一発食らう可能性もあるんでそこは注意です。さあ宇都宮さん打つのも久しぶりかな。さあ長切りしてきましたね。おお長切りからのインコース攻め、最近ね意外とその意表ついてくる人多い。これが本当にあの追い込まれるまではある程度そのカーソル合うまではできる限りね我慢する、振らないようにするってのが大事ですね。うわ強いよ、全部出された。さあここですよ、ここタイピンの時の打者目線、これが一番気になると思います。いや打てるわけないなそれは。うわーボールいやーボールなんだ今、一球前ストライクで今のボールか。いやーそれ振っちゃうな。あーこのスライダーはちょっと甘いかな。さあ永遠にタイピン出ますね、永遠にタイピンとコントロールが出る。あーちょっと振り遅れたよね。そうシュートもね本当に頭にないと今みたいな感じでちょっと振り遅れちゃうんですよね。あおーっと落ちないフォーク、あー抜けないか、ちょっと合わせづらかったな今。やっぱ打者目線になるとこの打ちづらさ分かりますね。あーやっぱ強えわ宇都宮さん、広角出てて外角ちょっと怖いんで、あーやばい入っちゃった、危ない。最初はスライダー攻めでいきます、うん、入っちゃってるのよ。あの小さい方のスライダーがストライクに入っちゃうのはもう間違いですね。あの今のあの間違いを2つやっちゃいました。うわうまい、そうちょっとでも浮いたらこうなるんだよね。今のは高さ的には甘いなんで、もうちょっと低めの本当に落ちるか落ちないかわからないとこに、投げてあげないといけないんですけど、今完全に浮きましたね。うわうまっ、いや完璧に持ってかれたな。うわいいボールは、今のストライクはやばいわ。でシュートよシュート、これはね振る普通に。まあボール気味のスクリュー、よーし。いや今サード取り行けよ、いや絶対今サードのボールでしょ。よーし引っ掛け、岡本選手、あその後が悪い、あ取るまでは良かった今。相手の人結構スクリュー意識してると思うんで、ちょっとあえてスクリュー投げません。多分スクリュー投げたら打たれそう。おーっと走ってきて、ただ走ってこられるとタイピン出るんでちょっとありがたいんですよね。まあタイピン出てたらスクリュー大丈夫でしょう。さあいいボールをいってもう一球いきましょう。おおフランカ、
さあシュートを1回決め球で使ってるんで、逆にインコースのボールになるスライダー、よーし、ここもね振っちゃうよね。さあただ絶賛負けております。あのランク戦も負けてこっちも負けたらちょっと話にならないので、ちょ全力であと2点もぎ取りに行きましょう。よーし、これが長径の前に落ちて、でランナー2塁に進めるとねタイピン出されるんで、決めるならここで決めたいんですよ。なんでホームランの可能性がある選手は全員そうなんだけど、いやちょっと宮崎さん使いたいな。ちょ今日ね宮崎さん使いたくて連れてきてます。あー広角何も出ない。いやまあいいや、打とう。うわ打てねえ。そこはなんか変に打ったらゲッツになる可能性もあるんで、あーなんか甘い球しか振りたくないけど、あ落ちるんじゃない、あラッキー。ただタイピン出るんだよね。さあタイピン出ましたが、こっちも全発動。ここはもうねそのまま行きましょう。タイピン打ち崩したいね。あ今ね落ちてきたらワンチャンあったな。落ちない方か。うわーいやー待って待って、ゲッツーじゃない、あやってるわマジで、やばい連敗する。タイピン用出るな。あーダメこれ、あーダメだった。